田島テ久は、日本の宗教学者。専門は、宗教哲学、宗教学、宗教民族学。早稲田大学文化構想学部名誉教授。東京都出身。都立田園町府高校を経て、1971年3月、早稲田大学第一文学部哲学科哲学、先週卒業。1978年、ドイツフライブルク。 大学大学院哲学研究科修士課程修了、哲学修士。1995年3月、早稲田大学より博士を授与される。博士論文は、マイスター・エッグ・ハルト研究から、C 構造のトリアーデス・セクレション・ゲネラチオ論。1980年、明星大学専任講師。1985年、道助教授。1986年4月、 早稲田大学小学部専任講師。1988年4月、同助教授。1993年、同教授に就任。1997年4月より、早稲田大学第一、第二文学部教授。2004年9月21日から2008年9月20日まで、早稲田大学文学学術委員長、文学部、文化構想学部学部長を務めた。 2018年2月3日に最終講義、宗教的知恵の表出、キリスト教及び仏教における原因、結果同一の論を行い、同年3月に定年退職。現在は、早稲田大学文化構想学部名誉教授。ありがとうございます。